どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、風船とペットボトルで矢を作るサバイバル術の紹介です。ペットボトルですね、はいはい、矢を作るということですよ。風船とペットボトルで矢を、ね、矢が必要な場合を考えたら獲物を捕まえるということでしょうかね。それでまあ、ね、取る深いことは考えないでください。例えばそのサバイバル時になった時に風船があるのかとかね、ね、うん、まあ、そういうことはなしにして、らしきものでもいいわけでしょ。そうですよ、同じような能力だったら。例えばその輪ゴムでも、輪ゴムでもいけなくはないです。おですからまあ知っといてと、ね、損はないぞと見ていただければという感じですね、まあ、はい、うん、どこを使うかと言いますと、うん、ここの先っちょだけ使うんで今回、はい、ここを切ってきます。キャップもいりませんと、うん、結構まあね、カッターでも何でもいいんですけど、ここをね切ります。ここまあカッター、そうですね、もしくは大山マスタツバリの空手自信ある人は手刀で手刀で切ってもらって、ビルビン行くやつでしょ。グラップラバキのオロチドッポならまあこのぐらいの切れ味を出せるかな。いねえけどな、うん、漫画だからな。はい、切れました、はい、ここにこのキャップついてた方ですよね、このネジネジ、はい、うん、こっちにこのね風船を、うん、こう入れますと、はい、これはまあサバイバル術っていうかね、まあおもちゃにもなるんじゃないかなと。風船がね落ちてるかとか厳しい時あるもんね。ただね飛ぶんでやっぱ嫌なんでね今回。まあ人にや、はい、そこはね気をつけていただきたい。そうだね、この伸縮力をね、こパチン嬉しそうやな。パチンはね子供みたいな。いやーこれはいいですね。ちなみにこれ、はい、箸です、うん、この先っちょを尖らしてですね、獲物を仕留めると、はい、まあでも絶対に人には向けないでください、はい、もちろん動物にも向いてはいけませんよ、はい、ただまあもしもの時にはね、そういう鳥食べるしかない時、無人島と。今年2017年、はい、鳥年でございま す, そうす、ね、で本当の鳥をね撃つわけにはいかないんで、うん、まあ当たれば縁起がいいということとしましてですね、佐藤さんに鳥を描いていただこうかなと。任してください、絵は得意なんでね。本当ですか、はい、年賀状さ、鳥年ってなんか鶏っぽいの描いてる人ですけど、鶏の方がいいかな。鶏ね、鳥ですよ。あ、本鳥かな。え、ちょっと待って、ん、いや、あ、大丈夫です、続けてもらって大丈夫です。鶏ね、言い忘れたんですけど、僕は買ってたんですよ。鶏飼ってたの。ひよこ欲しくて、子供の頃買ってたんで、マジで。これ、ちょっと待って、え、あれ、上くちばしの上おかしくねえか、これ。まあ、尻尾がすごいんです、実は結構。わかったわかった、そこの特徴はわかった。鳥の最も大事な特徴がちょっとまだ完成図じゃないからね。そっか、トサカがあれだったかな。うん、トサカなの。トサカっすね。いや、それ角じゃん、ユニコーンになってない。うわ、結構世紀を帯びてる目だな。前見てんだ、ちゃんと。で、さっきちょっとトサカ描いて思ったんですけど、うん、打ち勝ってのは面取りでしたね。そうっすね、これ口ばしって結構鳥の特徴、それなんか恐竜だよね。口ばしって出てる感じっすか、こういう感じですか。うわうわ、なんか出てる。ちょっとふさふさなんですね。いやいや、もうそこのふさふさわかんないよ。これモヒカンってことこれ。モヒカン。よし、鳥年です。はい、完成。2017年、鳥年。まあ、ちなみにね、この上のハンガーですよね、公平って書いてあるんですよね。これ自衛隊の時にね支給されたハンガー、今も使ってますから。ヴィンテージですね。ヴィンテージです。一発でね当たったらまあ縁起がいいんじゃないかなということで、はいはい、その場に値打ちの姿勢を取れ。その場に値打ちの姿勢を取れ。前方敵鶏、距離200、射撃用意。射撃用意。撃て。命中。撃ち方命。弾抜け安全点検。弾抜け安全点検。よし。射撃用意。射撃用意。撃て。命中。撃ち方命。弾抜け安全点検。よし。ご点検。これ完全にいったね。これ完全にいきましたね。いきましたね。ちょっとよく見たら、はい、俺の下でしたね。しかもちょっと待って、怪しい2つよ。いや、これ1回練習でやってるんで。いいですね、うん、いや、はい、すごい刺さってるよ、しかもあんだけ近づけるのが。はい、終わりましたけれども、仕留めましたよ、無事にね、鳥年を当てたということで、まあ縁起もいいんじゃないでしょうか、はい、風船をね、ちょっと枚数を重ねてやったりとか、うん、あと棒の棒 ね, 棒をね、長めにしたらね、もっと引っ張れますから、はい、まあ、威力ももっと上がるかなと、うん、思います、はい、2017年今年も特化軍よろしくお願いいたします。お願いします。それじゃあまた。